都市で開催中の初夏の北海道展。北海道の海の幸のほか、サックサクホックホクのコロッケやチーズをふんだんに使ったスイーツなど、旬の味覚が一堂に集まりました。楽しいですよね。私も好きで、やっぱある時はよく来てたので、うん、美味しいです。満足です。わざわざ行かなくてもここで食べれる、向こうから来ていただいて熱々食べれたら言うことないです。ミルク 100% のソフトクリームに甘い蜜をかけたパフェをいただきました。ミルクがすごく濃厚です。で、上にかかっているてんさい糖の甘みが本当に優しくて美味しいです。このほか北海道名物、新鮮な魚介類がふんだんに入った海鮮丼はもちろん、数量限定で販売している1080円のお手頃な弁当は毎回好評だといいます。ところで、原材料費が高騰している中、店の人はどのような工夫をしているのでしょうか。まとめて商品を仕入れをして、輸送費も高いので、大量に一括で仕入れをしたりとか、あとは資材ですね、入れる容器、こういったものも見直しをされて、少しでも値段を抑えられるような、努力をしているっていうところが多い状況でございます。一方で、会場にはこんな売り場も。北海道で人気のある、お菓子から、あと、ビールとか、ちょっと気軽に買えるようなものですね。来場していただくお楽しみとして、気軽にお立ち寄りいただけたらなという思いで、このコンビニを設置しております。初夏の北海道展は福岡三越で今月26日まで開かれています。